こんにちは、直樹です。今日はですね、インペリアルサガのですね、実況したいと思います。久しぶりではあるんですけども、であとですね、私ですね、海外のですね、情報もですね、動画にしておりますので、ゲーム以外にもですね、海外にですね、興味ある方おりましたらですね、見ていただけるとありがたいです。またですね、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。で、今日はですね、なぜ突然にですね、また実況したかというとですね、なんとですね、七英雄ですね、これのガチャがですね、7人全員が出るのが、今日1日だけなんですね。で、私無課金ではあるんですけれども、なんとかですね、貯めてたものを使ってですね、で、事後放送にはなるんですけども、こうやって、実況させていただいております。で、ガチャの結果はですね、後々わかりますけども、ここに今いるパーティーですね、出撃部隊、これはですね、以前のイベントで、入手しました人間の頃のですね、七英雄の面々ですよね。12月8日からですね、9日までなので、たった1日のチャンスしかないんですね。なので、これはぜひやってみる、やってみる価値あるだろうと思って、これやりますね。で、これレアガチャしかないので、でですね、何かこのガチャもですね、知らないうちにチケットガチャと分けられたみたいで、レアガチャがですね、チケット使えなくなったんですね。なので、これですね、11回ガチャなんとか、この無償クラウン、優勝クラウンっていうのは、これなんで手に入れたかわからないですけども、合計で5540ありますね。で、現確率が、法定が 4% になってますので、できればですね、この7英雄、7英雄ですか、7英雄のうちの誰か1人でもですね、出ていただければですね、ありがたいな。実際はこの私 11回ガチャ1回しかできないんですね。で、出なかったらもう1回ガチャをですね、全部使うしかないですね。ではやってみましょう。わー、ドキドキする。行けばいいなー。頑張れ。出るかな。おっ、出た出た。行け、そのまま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 行ったかな。行った。あ、スービエ来ました。スービエ、もうはっきり言って、スービエさえ手に入れてしまえば、本来の目的である7英雄のうちの1人手に入ったので、これで OK ですよね。嬉しいな、嬉しいな。だけど、好転が出た。あ、これはサラロマンシングサガ3の、これはいいよね。これは7英雄じゃないけれども、好転が出たので、これで満足です。今日もですね、結構いい引きを見せました。で、舞台編成かっこいいですね。詳細ですね。やっと手に入れました。拡大です。それではですね、本日のですね、動画これで終わりにいたします。何かですね、リクエスト等ありましたらですね、コメントに書いていただけるとありがたいです。またですね、私海外の動画も作っておりますので、海外情報の動画も作っておりますので、
メリカ以外ですね、ヨーロッパとかの動画も作っておりますので、良ければですね見ていただけると嬉しいです。またチャンネル登録していただけるとですね、かなり嬉しいのでよろしくお願いします。それではおやすみなさい。